ミシェルヨーは、香港、ハリウッドで活躍する女優。中国系マレーシア人。ミシェルヨーとも表記される。マレーシアの一方に生まれる。バレリーナになるため、ロンドンのロイヤルアカデミー・オブ・ダンスで、プリマバレリーナを目指したが、怪我が元で断念し、振り付けを学んで卒業。マレーシアに戻り、ミスマレーシアに選ばれた。その後、 サモハン,キンポーに見出されて1984年に映画デビュー。当時の芸名はミシェール・キング。1988年に映画制作会社 D&B の社長で宝石賞のディクソン・プーンと結婚したのを機に女優を引退したが、3年後に離婚してポリスストーリー3で復帰した。アクション映画で活躍する一方で、 創価の三姉妹などの文芸映画にも出演している。1997年公開の007トゥモローネバー大では中華人民共和国の情報部りに役でボンドガールを務め、ハリウッドデビューを果たして、以後ハリウッド作品への出演も増加。2005年、当時のフェラーリ F1 チーム代表で、2009から2021年まで、 国際自動車連盟会長を務めたジャントッドと再婚。2007年、レジオンドヌール勲章を受賞した。グリーンデスティニーの女剣士、007トゥモローネバー、大のボンドガールとして有名となり、フランスとマレーシアの文化の架け橋となったことが認められたのが主な理由と語られている。2013年には、マレーシア国王より最高勲章、タンスリを授与された。 ありがとうございます。